それでその中でなぜか伝統的にソルフェジオの周波数というものと私縁ができて、そのチューナーなんかを作ったわけですよね。今でも好評発売中ですよね。しかしこの周波数は体験してみるとどう、体感として分かればみんな分かるんだけれども、例えば、食べ物でもこの味がいい、この味が悪いとかっていう、吉野家が美味しいとか、それからすき家が美味しいとか、ね、そういうレベルの美味しいもあるけれども、やっぱり一流の板前がこれが美味しいっていうものっていうのはやっぱり段階があるわけなんですよ。じゃあ板前が美味しいっていうものを普通の人が食べた時に、美味しく感じる人も舌がいい人っていうわけで、分かんない人もいるんですよ。吉野家が一番美味しいなんていう人には分からない面があるわけよ、やっぱり。そうするとでもそういう人でもちゃんとやっぱりちゃんと一個一個時間をかけていい味に触れていけば、なるほどこれはこういう味だったとやっと体得することができるわけですよ。周波数も実は同じところがあって、例えばそのソルフェジオの周波数の意味っていうのはいろんな人が言って概念的に観念的に語ってるけれども、それを体得するっていうことが実は重要なわけなんですよ。ではどうすれば体得できるのかというと、一つの周波数を継続的に密閉空間、ある程度の密閉空間の中で20分聞き続けると、それを3、4日続ければなるほどこれはこういう周波数なんだとかみんな分かるようになってんですよ。そして一度分かればもうそれは体得してるもんだから分かってくる。その中で私はその方法が分かったので、その周、ソルフェジオの周波数の意味が自信を持って伝えることができるわけなんですよ。そしてそれを水にコピーさせる、コピー、水は同じこういうことなんです。水は、他の情報が入ってないものがいいんだけれども、基本的にスーパーコンピューターぐらい以上の情報を記憶できる恐ろしいもんですから、どんな情報でも入れられるんですよ。しかし純粋に、周波数情報を入れるためにはやっぱり同じ、良い水であるっていうことと、これは特殊な作り方で作ったわけなんですけれども、それでそこに一定時間その周波数をある一定の条件のもとに、基本具体的に言うとほぼゼロ磁場に近い状態で一定時間以上をその周波数を聞かせる、振動させる、共振させる、それによって水は周波数情報を覚えてもう一生変わらない性質を持つようになるんです。もう変わらないんです。変わらないんです。他のものも入れることはできるかもしれないけれども、少なくともその周波数情報は消えないんですよ、一定時間。そしてこれはゼロ、ほぼゼロ、完全なゼロだと絶対作れないので、ほぼゼロ磁場状態の中で12時間共振、周波数共振させて作ったものなんです。そうすると同じ材料で同じように作って周波数だけが違うのに全く違った性質になっていくんです。本当にそれは情報が違うから、それを音でもすぐ分かるけれども体感して分かるっていうのは、やっぱり水が隅々まで人間に入り込みますので、音もそうなんだけれどもね、極めて体感しやすい。そして音差がなくてもこの周波数情報を持った水をその空間でに行けば、そこがその周波数空間になっていくわけです。例えば、体力が落ちている人が444というエネルギーレベルをアップさせる、444は、ソルフェジオじゃありませんけれども、444はエネルギーレベルをアップさせる周波数なんですよ。それを空間に置いて、その密閉空間にいれば444をその体は体得、体験していくわけ。それで体感としてなるほどというレベルに、3日もやれば体得できるとっていうのは元気になってくるから分かるんですよ。という形で
一個一個の周波数がをまああのあるわけだけれども、これもいいあれもいいってやつで分かんなくなっちゃう。だから一個一個実は体得していくっていうことが本作と同じように極めて重要になってくると。